山下公園と旧館ホテルニューグランドは神奈川県横浜市中区にいまするホテル及びその運営企業であるプリハードホテルグループに加盟し JR 東日本ホテルズ巡回員である通称山下公園通りを挟んで山下公園ま向かいに位置し横浜中華街へ通じる横道ぞ一区画を占める横浜における主要なランドマークの一つである横浜市は 関東大震災で壊滅的な打撃を受け、復興にあたって、当時の横浜市長、有吉忠和の提案により、横浜市在住の有力者を集めた横浜市復興会を結成。そこで決議された外人ホテル建設の件が、ホテルニューグランド建設の端緒となった。名称は公募によって集められたが、関東大震災で倒壊して廃業した外国ホテル。 グランドホテルの後継館として、訪日客に歌う狙いで選ばれたとも、公募の中に適当な名称がなかったため、横浜市復興会計画部長の伊坂隆が命名したという説もあり、定かではない。こうして、ニューグランドは、横浜市復興計画の一環として、官民一体となって建設が進められ、当初は、今日の第3セクターとして発足した。現在の本館は、 1927年創業時に渡辺人志の設計で建築され、クラシックホテルの代表例として名高い。1930年代はルーフガーデンで大桟橋など横浜港を見ながら食事ができた。ロビーの大階段の先には川島を売り物製のタペストリーがかかり、高さ6メートルの魔法ガニーの柱は現在も残る。洋風の豪華な造りである一方で和風の衣装も、 取り入れられ、メインダイニングでは、ミスの奥で画学が奏された。初代会長には、先の伊坂隆が就任し、伊坂は、東洋汽船出身であったことから、ホテルの主要業務である、サービス、宿泊、飲食に関する知識に、明るく、さらに当時東洋汽船サンフランシスコ支店長であったドイ、土井慶吉を、自分の補佐として呼んだ。そして、土井は、総支配人として、 パリからアルフォンゾ・デュナンを招聘。新生ホテルの目玉として、最新式設備とフレンチスタイルの料理をキャッチフレーズに、レストランには特に力を注ぎ、総料理長には、先のアルフォンゾ・デュナンの紹介で、パリのホテルから、スイス人コックのサリーワイルを据え、さらに元帝国ホテル第4代総料理長の内海、藤太郎を、その補佐につけた。ニューグランドの厨房からは、ドリア、 ナポリタン、プリン・アラモードなど後に広く知られる料理が生まれた。また、ホテル・オークラ初代総料理長となる、小野正吉や、プリンスホテルグループ総料理長となる、木沢武を、霞ヶ関イーノビル、キャッスルの新た優作や銀座5丁目、コックドールの林球児、ロイヤル、中洲本店の前川ういちなど数々の名店の料理長を輩出し、日本の食文化に多大な影響を与えた。 開業当時から皇族、イギリス王族などの品格や喜劇王、チャーリー・チャップリン、米国の野球選手、ジョージ・ハーマン・ルースなど著名人も多数来訪し、ダグラス・マッカーサーは1937年に新婚旅行の帰路、1945年にスキャップとして来日直後、それぞれ滞在している。日本が第二次世界大戦に敗れた後の7年間は、 マッカーサーが率いる占領軍商工宿舎として接収され、戦前の早々たる宿泊者を記したゲストブックが持ち去られた。なお、マッカーサーが当時宿泊していた315号室はマッカーサーズスイートとして一般客も宿泊できる。その独特のクラシカルな雰囲気からランポつなぐなど、方がロケーション撮影にも多用されている。本館スイートルーム三室含む 全49室、ニューグランドタワー全202室、エグゼクティブフロア2004年3月、東日本旅客鉄道が業務提携により株式の2.9%を取得する。同年4月以降、直営以外唯一の巡回員として JR 東日本ホテルズ加盟となり、ビューカード利用者向け、ホテルズ利用特典提供並びに t y o など、 ビュー国内旅行商品として取り扱われている。巡回員であるため、JR 東日本ホテルズウェブサイトでの予約は受け付けず、JR ホテルグループにも属さず JR ホテルグループ施設用欄などに掲載はない。北海道旅客鉄道ツインクルプラザ商品の首都圏フリープランやパッケージツアーパンフレットでは、JR ホテルグループとして扱われている。JR 東日本は、 自社運営ホテルを横浜市内に長らく展開していなかった。JR 東日本ホテルズの会員制度である e s スタイルメンバーズについても2015年12月1日付でようやく加盟し、以降は当館でも同会員制度の特典が受けられるようになった。ありがとうございます。